どうもおはようございます10月18日朝5時の相場解説になります今回の相場解説はですね、まあ、FX オリガルヒと即可塾限定動画と共通になっております、えー、どちらの方がご覧になってもね現状を確認できるものになってますんで、えー、今後の今日の相場解説のお,お役に立てればと思いますね、えー、と今日は日しを見ているんですけどもやっぱりすごい勢いでこれは上昇格がついてますね これは昨日もお話したんですけども、まあ、ここまでいくと止まらない円安だというふうに言ってもいいんじゃないかなと思います、まあ、一時期ねここで足踏みをしたような感じがしたんですけどもそれでもね、えー、上昇に向かっているレンジということでやっぱり上抜けてしまったかなというところですねうんまあなんせねこの角度で来たものがさらにこういうふうに抜けていくわけですからこれ149円、うん、本日中に行ってしまうなと見るのが あまあ、テクニカルの見方ですね現在148円の953ですね、うん、149円台150円もうまっすぐですよもうここが150円ですからねもう目と鼻の先ってやつですよはいじゃあ4時間ですね4時間を見たからといってどうなるものではないんですが、えー、ここです強い、えー、陽線が出た後にちょっとだけ、えー、揺り戻しがあって横ばいになったんですけどもまたね、えー、高値を更新してしまったっとこです1時間を見ていきますよ 1>, 1時間を見るとさあ高値更新ってのはどういうことでしょうここですよ。ここで一旦下に向かったんですよね。まあでもこれはあ別に下落に転じたわけではなくて、ね、こういうふうな形でレンジを引いたというに過ぎないと。でそこを今超えたってことですからあもう解放されてですね149円に一直線に行くんではないかなってことです。これねちょうどねこの辺りと同じような感じなんですよ。こうね。 こ,こと同じで抜けたらもうう歯止めが効かかななくなるというかねでこの場合はヒゲ先ブレイクっていうのもありましたけども覚えてますかヒゲ先も超えてここから一気に上昇していったってことですね、まあ、それでも介入が起きてないってことですから、まあ、介入の警戒っていうのは今後また高まってきたってことです149円になっちゃうわけですからね前回は145円で5円引き下げの介入があったわけでしょうだから今回は149円から144円まで うんまあね、5円ほどのう介入での影響があるとは分かりませんけどねでそのために、えーまあ、立てる方策としては一気に下に下がったつまり介入によって円高方向に振れた時に予約決済をダブルでボボンと構えてるわけですよね、うん、で一旦ここを超えるとお今度はですね証拠金維持率っていうのが有利になるわけですからうここで普段よりも高いロットでも うんまあ、再度ポジションを持つことでできるんですよね場合によっては3段階目この辺りにももう1本構えておいて例えば147円を切るようなところではねこの辺でですね、まあ、あ強いロットでまたセルの仕掛けをしといてもいいのかなというところですねはいそういうふうに見ていきます、まあ、とりあえずは倍でエントリーしていくという基本路線は変わりません、えー、その上で えー、ちょっとね、オリガルヒの方にお話し,しましたけども、介入を利用したような罠を張っておくってことですかね。えー、じゃあ、今回は以上です。また、午後にでも追加します。ちょっと状況はね、あんまり変わりません。あの、小刻みに倍でエントリーしておいて、小刻み小刻みに利格をしていく。まあ、あそんなとこですかね。う、まあ、倍以外で、えー、利格できることはないと思いますけども、うん、これがね、一気に介入でセルに向かった時っていうのは、 まあ、オリガルヒの方にお伝えした通りでございます。それでは、失礼します。